どうも、なおちんです。本日も妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのクエストいきます。忘れちゃいけませんね。カイラ様を仲間にするクエストです。風雷をクリアした後に受けれるようになりました。はい。あ、これを土蜘蛛と大釜に渡さなきゃいけないのか。なるほど。で、その後に、カイラ舞踏会が開催される。そういう感じだよね。来たー、カイラ舞踏会を開催せよ。では、戦っていきましょうか。いやー、懐かしいなー。確か、最後の方きつかったよね。神妖怪のところ。あそこが結構辛かったと思うけども。まあ、レベルもね、99まで上がったし、全然いけるんじゃないっすか？うん。あー、そうか。そうか。主天道寺を最初にしてる。危ね。多分、これでいけると思うんだよな。鬼の手一本で、ゴリ押しが効くと思うんだ。あ、余裕余裕。うん。じゃあ、必殺技使うまでもないね、まだ。じゃあ、まあ、ただ、HP が多分回復しないんだよね。倒した後も。だから、回復をしっかりとやっていけば大丈夫でしょう。お松を使っていこう。2回戦は、あ、ヒーローか。もうスタートをね、トーマにしてないところがちょっと残念だけども、余裕、うん、ミッチやる、オッケー、ワルノリンはちょっと素早さが早いから先に倒しておきたい、はい、オッケー、5マスで回復、よっしゃ、オッケー。3回戦が、レジェンドたちか。これも余裕でしょ。あー、何してんの。トーマ変なことしないで。よし、まあまあこれで徐々に回復が発動するから、倒した後でも回復していいか。おい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 、ブシニャンやりやがるよ。よし、あー、元に戻っちゃった。ブシニャン終わり。あと、ロミオボーイで終わりか。任せときゃいいね。お待つ。回復。ここからがきついか？いや、そうでもなさそうな気はするな。おそらくね。大したことないでしょ。うわお。とんでもないダメージ入る。はいはいはい、確実に1体ずつやっていった方がいいからね。倒していこう。じゃあ、お、追撃よく出るな。はい、バステ終わり。クロシンも、あー、倒しきれなしなかったか。でもいいか。え、終わった？早っ。カイラ様もこれ余裕でしょ。なんか昔戦った時むちゃくちゃ強かった気がするんだけどな。そうでもねえな。しゃあ、あー、やばいやばいやばい。あ、最後は若干強いか。おい。いや、ゴリ押しは効かないね。うん、ゴリ押しは効かないけども大丈夫さ。あ、バカ、何スザクとかなってんの。不動明天でしょうが。いいか。はい、終わり。はい、風神も倒そう。どこ、カイラ様いた。
よし。ああ、必殺技打てなかった。まあまあまあ、ちょっと最後は楽しんで戦いましょうか。ああ、それ取るなって、俺が取ろうとしたのに。危ねえ。まあまあまあ、回復は一応入れながらいくか。鬼の手でやっぱゴリ押しはいけると思うんだよね。いけ。おお、むちゃくちゃ減る。危ない。じゃあ本気になってからがちょっと強いか。どうだろう、こっから本気になってくるから、こっからちょっと気をつけようか。いや、気をつけるまでもないか。うん、はいはいはい、来なさい来なさい。ああ、反応できなかった。ああ、いいね、できなかった。まあいいさ、鬼の手もう、あ、いった。ダメージがね、徐々に入ってくるからちょっと嫌なんだよね。じゃあいくぞ。よっしゃ。あー、ちょっとダメージ食らったな。お待つ。必殺技打つまでもないか。あ、いって、回復はここにあるから大丈夫。あぶねえ。じゃあ行くぞ。ゴリ押しだ。あぶねえ。じゃあもうちょっとでおしまい。ああ、お、取れた。チャンス取れたよ。はいはいはい、みんなもうゴリ押して、もう終わるからさ。はいはいはい、鬼の手で最後は押せ押せでいっちゃおうか。よし、終わりだ。楽勝すぎ。昔なんであんなに苦戦したんだろう。レベル低かったんだろうね。カイラが仲間になりました。本赤の方にもう6体ぐらいいるんだけども、いいじゃないですかね。あっちから送ることはしないんで育てていきましょう。多分レベル70ぐらいじゃない最初は。はい、ではクリアしましたね。レベルはいくつだカイラ様は。あ、いた、70。うんうんうん、まあまあ使っていけるけども、99のキャラがいるから今のところはまだ使いません。とりあえずレベルをね上げていきましょう。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。